どうも、ゆりこだいがです。皆さんこんにちは。イエーイ、ボンジョルノ。今日は久しぶりパスタレビューをやりたいと思います。イエーイ。皆さんはね、本当にリクエストが多くて、パスタレビューとかもしないんですか、パスタ食べてほしいやな、もうこんなにパスタ食べてね、太っちゃうんですよ。だから今まで我慢してたんなんですけど、たまたまコンビニに行ったらめっちゃ変なパスタ見つけて、いやこれやだなと思って、やだやだやだ思いしながらレビューしてみたらはどうかしらって、もう一回チャレンジをやりたいと思います。イエーイ。ザジャン、せーの、わーお、すっ、匂いやばいやばい、今超臭いと思った。ちょっと待って、なんかちょ、匂いからあんまりいい点が挙げられないなんですけど、まあまあまあ味が美味しいかもしれないから、ちょっと、あ、それはね、間違い、あの、忘れずにリューズをかけてみたいと思います。開けた、あった。あれ、これソースではなくて、あれ、これ超変、真ん中でいいかな。おお、すごい、なにこれ。はい、はい、こちらですね。ちょっと真ん中はね、ゆずの、なんだろう、これね、スープみたいなものなんですけど、見た目はね、あれね、なんでわからないけど、すごく黄色な感じしますね。この今思い出した、サーバと、あの、パスタがね、よくダイエットの時はね、使ってるパスタルトンノっていうなんですけど、超美味しい。もうこれはね、ちょっと、では、はい、いただきます。ボンアペティート。まあまあ悪くない、まあまあ悪くないかも。このサーバーめっちゃ美味しいんじゃん。え、意外、マジでまずいと思ってて、意外とこれがウケるかも。なぜというと、確かにそういうパスタルトンノにすっごく似てる味だから。へえ、ちゃんとオイルと柚子とこういうシソって言うんだっけが、ちゃんと混ぜたら結構合わせは面白い。なんか和風パスタですよね、完全に。でもイタリア人はね、その昔パスタルトンノはね、よくおばあちゃんが作ってくれた、なんか体調が悪い時にオイルでお魚、ちょっとプロテインが入ってるのやつはやっぱり、まあ早く治るようにみたいな感じでよく作ってくれたし、おばあちゃんもめっちゃ好きだから、これはね、もうおばあちゃんに連れて、なんかあげてみたいんですよね。どんな味になるかを。いい感じでした。意外といい感じでした。これはね、混ぜたと思ったら全然混ぜてないから、柚子醤油をちょっと食べてみたいと思います。え、これだけでなんかまずそうだな。え、ちょっと、やばい、マジでやばい。え、わさび入ってるこれ。うん、どうしよう、おかしい。なんで、うん、やばい、やばい、辛い、超酸っぱい、もうマジで、あ、パンチされたみたい。うん、あ。では次はこちらです。オクラと長芋のベタベタ和風パスタ。あずそうやな。え、何が間違った、何が笑ってんの、おい。ちょっと待って、何が、え、ちょっと間違ったの。え、ちゃんと長芋って言ったよ。ちょっと待って、え、長芋違う、その後だけ。え、和風、さっきベタベタって言ってた。こちらです。じゃじゃん。見た目はすごくてネバネバな感じしますね。これダメもの、あ、でもエビ入ってる。あれ、これエビですよね。あ、ちっちゃいエビ、かわいい。ちょっと混ぜます。やば、本当にやばい。
子みたいの可愛いよね。食べたくないけど食べてみたいと思います。このネバネバするのはやっぱり外国人からいや無理だなって思った。納豆はどこかであのブルーチーズゴルゴンゾーラに似てるから食べられるんですけど、パスタと一緒でこの特にこのネバネバの白いやつってさ、めっちゃ怪しいやなこれ。あかんな。うん、あ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、次はこれです。じゃじゃん。ベーコンほうれん草のチーズクリームパスタ。一番うまそうなやつですよね。で、これはね、ちょっとポイントがあるなんですけど、健康は食事からって書いてる。ということで、この小麦じゃなくてあのセレアルで作ってるパスタなので、ダイエットの方でも食べられるということですかね。多分カロリーが普通よりがそんなに高くないですね、他のよりは。いいね。まあ悪くないな。いいチーズの匂いしてるし、ベーコンの匂いもしてるからいい感じ。あ、こちらです。で、面白いのはね、日本人はね、よくこのベーコン切るときに大きくて切って1、2、3、ちゃんと並んで、置くですね。これはあまりイタリアじゃなくて、ちっちゃいで切ってからそのロングの形でするなんですけど、パスタの中で。これはなんか可愛い見た目な感じしますね。でもこれは何ですかね。これはこれ、ほうれん草ってさ、少なくね。少ないね、ほうれん草。ほうれん草少ないね。これだけか。食べてみよう。じゃじゃん、取れました。ではいただきます。食べてみます。なるほど。何もそうです。やっぱり美味しい。美味しい、これ美味しいけどこれは多分外国人だったらまあ外国人だけどね、がこれはやっぱり一番外国っぽいのパスタだと思います。なぜというと、こういうクリームチーズと、あとペッちょっとだけペッパー入ってる。そのこのベーコンのペッパーはね結構強いから、一番なんかちょっとカルボナラ風にも思い出すし、でこのさっき言ってたのスピナッチのパスタに思い出すから、一番食べやすいんじゃないかなと思って。でこの国にはね結構子供に人気です。でもこれ好き、めっちゃいい。でもはい、では一番私はね好きなのはこれ、意外に口の中だったなんですけど、結構これも難しい選び方だから、もう一回試してみたいと思います。まあ勝手に食べたいだけなんですけど、サバがめっちゃいい味してるから、すごくパスタは全体的にうまくなるなんですけど、このサバがなければ麺だけで食べるとちょっと違うかなって思ってきたんですよ。だから多分これがかな、これが個人的には好きだと思うなんですけど、これもすごく美味しかったです。でもやっぱりこれ麺の太さと柔らかさはやっぱりイタリア人が合う。なぜというと、
イタリア人はね、太いの方が好きだし、あと、硬い、いや、めっちゃ下ネタ肉声じゃない、今パスタがね、アルデンテっていうのパスタなんですけど、その柔らかいパスタもあるじゃん、でこのちょっと硬いパスタあるじゃん、ちょうど真ん中ぐらいのイタリア人の多めの人はね好きだから、これが結構近いなと思ってます。だから一番これかなって思います。でも面白いパスタも一回食べてみて楽しかったです。なんか初経験ですね、完全に。うん、はい、それでは今日はありがとうございました。皆さんだったらってさ、このパスタの中でどれが一番選びますか、あとは何つですかって、ぜひコメントしてください。あとはいいねボタンを押してチャンネルを登録を忘れないでねってお願いします。で、次の例えばこのパスタのレビューとかしたいとか、このレビューをしてほしいとかのリクエストがあったら、ぜひコメントにお待ちしております。またね、チャオ、グラッツミル、シベリアマラプロスチマ、チャオ。